立ちたくて、まあ、来てるわけで、まあ、本当にこう立てない選手たちがたくさんいるわけですよね、はい、まあ、それの一体感というのは素晴らしいですね。さあ、それでは今日の決勝を戦いますヴィッセル神戸のメンバーからご紹介をしてまいります。今日が現役最後のゲームになりますビジャー、今試合終了、ヴィッセル神戸天皇杯初優勝、初めてのタイトルをクラブにもたらしました。新しい歴史を作りました。2対0鹿島アントラーズを破ってヴィッセル神戸初優勝、新しい国立競技場、初めてこのピッチで戦った決勝戦、